んにちは、皆さん。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。ロマサガ3リマスターこの動画です。前回までのあらすじは、魔王殿へ行き、ゴンを救出する、というところまででした。さて、序盤にある一つ目のイベントをクリアしたところなので、そろそろ知見を広げたいと思います。まずは、依頼していた武器が完成したか確認しに行きます。確かパルチさんだっけ？そうです。槍の武器です。次にバスタードソードを作ってもらいます。両手剣です。使う人いないけどね。次にピドナでやっとくことは、カジジに声をかける、です。右上の家にいます。防具開発を頼みます。最初の開発はヘッドバンド。あまり使う予定はないですが、とりあえず作成してもらいます。次に、トムの家に行きます。おい。出た。面倒な仕事って言いながら進めてくるの。面倒くさいやつやな。堪忍してやります。と。やります。って言ったけど、しばらく放置します。あとは、他の町への移動が残っています。港へ向かい、船に乗りましょう。乗りましょう。ほとんど行ったことがない場所です。いくつか訪問しますが、船旅はパス。ウィルミントンへ到着しました。ここは、フルブライトが拠点にしている町です。強い装備がありますが、お金がないので後回しです。もう一度、ピドナへ移動し船旅します。ツバイクへ移動します。特に用事はありませんが、ここから、はしごで、いくつかの町が出せます。ここで、キドランドという村の情報を得ておきます。キドランドから、もう一度船に乗ります。そうすると、ユーステイムへ行けます。ユーステイムで、ダンスの情報を得ます。このように、順番に、街の情報を得て、移動できるようにしておきます。来ました。これで王家の指輪が入手できました。
この王家の指輪は装備するもよし、売るもよしのいい装備です。アンナさんのお家です。最初は倉庫が使えませんが、お話を聞くと使えるようになります。この巻族というのが今回の敵のようです。ゲートを閉じ、巻族をやっつける必要があるようです。これで倉庫が使えます。全部預けます。ずいぶん強くなりました。さて、お次は。リブログです。特に用事はありません。ヤーマスへ行きます。王家の指輪を売ります。2500オーラムで売れます。ガッポガッポ。一度取引を終了し、再度店主に話すと、綺麗な指輪が10オーラムで売ってます。これを買い、再度同じ手順で店主に話すと、なんと王家の指輪になっているではありませんか。チラチラシ。これがロマサガさんの金策です。これを繰り返すと、いくらでもお金が入手できます。基本ロマサガさんは敵を倒しても少ししかお金が入手できません。宝箱から入手するか、イベントをするか、アイテムを売るかの3つほどです。この方法で序盤お金を稼ぎ、店売りで強い武器や防具を揃えます。せこいな。これはバグ特化じゃないのでいいでしょ。はい、今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。次はユーステームでお仕事を受けます。結局装備変わんのかい。